二代目、実川炎尺十二月十一日から千九百五十一年二月二十二日は、大阪出身の歌舞伎役者。本名は、天星昭衛門。屋号は、河内屋。縄文は重ねいずつ、かえ門は五つ仮金。初代、実川炎尺の長男として、大阪に生まれる。八歳で父と死別。千八百八十六年二代目、実川炎次郎の名で、 初舞台。十一代目、片岡二座衛門らの引き立てもあったが、ほとんど独力で、歌舞伎役者としての実績を積み、1915年、何技の、桜津馬藩サメザヤの古手屋八郎兵衛で二代目、実家は炎尺を襲名。松竹の初代、中村元次郎重視の経営方針に合わず、一時、東京に行き、二代目、市川左丹次一座に加わり、 奏本中心蔵の諸名を、肝心漢文手習い、はじめの伝七などを演じ、その濃厚な髪型の芸風は、川尻聖誕や岡北郎ら批評家に高く評価された。肝次郎氏を、三代目、中村梅力、中村勲者と共に、戦前の髪型歌舞伎を主導した。二代目、炎尺の五右衛門戦後は、足が不自由になるも計画は高まった。 1950年5月に東京劇場で演じた三門の石川五右衛門は歌舞伎史上に残る名舞台で映画にも記録された。当時すでに歩くことも困難な状態で両脇を支えてもらいながら関係者に挨拶するほどだったが、いざ禁断運法に第100日カツで南禅寺三門城に立つと別人のように背筋がシャーキッと伸びた。その 声門の迫力は、圧巻で、マイクが壊れるくらいの朗々たる声と風格であった。記録映画では客席にじわが広がるのを聞き取ることが、できる。同年日本芸術委員会員になる。翌1951年1月大阪歌舞伎座の、八人守護城、で、佐藤正清。1月23日、松竹会長、白井松次郎の葬儀に参列して、風邪を引き病の床につく。 2月22日死去。最後の情報役者と呼ばれた、縁着の死は一つの時代の終わりでもあった。私狩り恋玉章の上結32五郎7役の、幅は広く、前述の五右衛門なほか、私狩り恋玉章の32五郎7、赤城行き父もらえのかの白五郎、連飛脚山と登り来たる、封印切れの中米、新獣天毛島、しぐれのこたつの自兵、 照明けさ噂の新助など父譲りの和ごと。丸本物では、金出本中心蔵の寺岡平衛門、河諸直、早野寛平、大勢浦之の助、となせ、よいちべえ、小野手九郎を演じた記録がある。他、夏祭りな庭館、鳥居前、三府内、泥場の段七、鎌倉三大喜木絹川村の佐々木高綱、吉常千本桜、寿司屋のゴンタ。 キャラ仙台萩の二期男女、本町二十四個、継承下駄、関助十家の、横倉、大見源次仙人館の佐々木森綱、仇内乱留金、大安寺ンの春道次郎衛門、新礼、矢口渡るの富、兵衛、彦三言源受け助犬の毛山村六助など。世話者では、海岸入房への木の菱川茂信、昭介、三次の三役早代りをはじめ、 楠木の流花見幕張の丸橋中や、青と高火災絵画の南郷力丸など江戸の生瀬は、ものも、見事にこなした。さらに小山も、得意都市、西郷と豚姫の仲良玉、キャラ仙台萩の正岡などが当たり役だった。功績に優れ、時代が勝った口調から急に世話に砕ける間が、絶品であった。類まれな演技力も、去ることながら、 立派な押し出しと色気のある目元が、とくも言われぬエロチシズムを生み出し、油壺から出たようなという表が与えられた。その色気の力は、早朝朝ぐるは日記、引き窓の濡れ紙を務めたとき、あまりの凄さに、余兵で舞台を共にした、初代、中村元次郎が嫉妬したほどだった。その色気のある芸については、縁次郎時代、初めて、東京の舞台に立ったときに、 上味林で煮上げたようなと評されている。また、六代目、中村歌右衛門が若い頃、大阪中座で、中心蔵の顔よ午前で共演した時、後ろ、から、顔よの肩を抱いて、いかがでござると耳元に囁きながら肩を揺する。だんだん力がこもってきて、ぎゅーっと抱きすくめられると、なんだかクラクラしてきて、続々と気が遠くなりそうで、思わず、目をつむってしまったものですよ。 誠に立派で色っぽかったと実戒している。彼を悲喜にした国文学者の折口忍は誠にとろけるような無言の口絶、演座の流れ、それほど美しく歌舞伎の世界に取り上げられ、もてあそばれ、洗い上げられ、身につまされる力を持ってきた流し目の響きである。この目の芸をこの後誰が伝えてくれるだろうかと書いている。十三代目二左衛門は、 同世代の十五代目、市村うざいもんと比較して、殺走とした、江戸前の芸風と脂っこい、髪型和ごとの色気の違いこそあれ、何か共通する色気を持っていたと証言している。同じく、二代目ガ次郎は、友人の演劇評論家、山田昭一に、合法暗室の玉手御前で最高だったのは誰かとの、問われ、空、河内や出す。色気があってええたまで出した。と答え、 親までも十分な芸の力があったことを評価した。研究熱心で、義太夫の台本を咀嚼して、人物の心理や演技に工夫を凝らした。一例を挙げると、キャラ仙台萩の対決の日期を演じたとき、中心渡辺劇左獲物を入れようとしたが、細川勝元にその魂胆を論破され、罪を断崖されて、恐れ入りたてつるの大きさと悔しさの表現は、 その後これほどの二気を見ていない。さらにギヌを跳ねられた後の引っ込みも、対決相手の劇には一目もくれずに、神邸に三歩行きかけて、急に後ろ向きに、勝本をきっと睨んだ、息の凄さ。特に、その解釈の正しさには脱帽した。多くの二気は、引っ込む時に劇に思い入れをするが、あれでは、二気の人物が小さくなる。すでに審判が下ったのだから、 今更劇を殺しても何の利もない。従って狙うのは勝本、劇を殺すのは勝本を誘い出すための手段というのが炎弱の解釈である。次の人情の場で劇を殺害するときも劇を組み敷いた後で勝本がまだ来ないかという思い入れが十分でとスケールの大きな悪人を演じるために実にきめ細かな演出を行った。ありがとうございます。